藤田平太郎大将全国富豪番付で、西日本2位だった、藤田平太郎藤田平太郎昭和15年2月23日は、日本の実業家、政治家、貴族院議員、男爵、厚生会所属、十三味、藤田財閥二代目総帥、合和公設、藤田財閥創始者、藤田伝三郎の長男として、大阪府に生まれる、百八十八年、 慶応義塾を卒業後、イギリスのロンドンに留学し、ロイヤルカレッジ・オブ・サイエンスにて、鉱山学を習得。帰国後、藤田組副支配人、ついで支配人、さらに藤田組副社長となった。伝三郎の死後に藤田組社長となり1917年には、藤田銀行を創設し、頭取りに、富士生命保険社長にも就任する。鉱山などの実業の再編を行って、 グループの基盤を作る。他、大阪商船監査役、大阪実業協会顧問、大阪工業会会長のほか第5海内国官業博覧会評議員、帝国経済会議議員等を歴任。大学などの教育施設や医療施設に寄付を行い、特殊化として知られている。労働環境の改善に努めた。1912年、父の死去に伴い男爵を執職する。 1918年12月に貴族院男爵議員に選出され、1929年9月まで在任した。父に似て美術品に造形が深く、在界有数の収集家である。洋曲、農学、茶道をしなみ号を公設と称す。箱根にあった別荘や東京、目白台の邸宅、椿山荘を山形有友から買い取って別邸とすると、正解。 在会関係者が多く訪れた。コレクションは大阪市の藤田美術館に収蔵されている。父は藤田財閥創始者の藤田伝三郎男爵。弟は藤田徳次郎と藤田彦三郎。妻の富子は政治家、吉川県政の三女。男爵は老いの藤田光一が就職した。ありがとうございます。